今回のテーマは最強の運び屋です。皆さんは、もっと物を持てたらなーって思ったこと、ありますよね。この動画を見ると衝撃補正機能が不要になります。衝撃補正機能に、価値を見出せなくなってしまいます。よかったら最後まで見てくれると嬉しいです。必要なスキルは最低でも2つ。ストロングバッグごとムービングターゲット3。必要なポイントは8です。ストロングバッグに至ってはファーハーバーが必要です。しかし、それだけの価値がこれにはあります。前回、ユニーク PA について紹介しました。預言者とオーナーは AP 回復速度アップ。模範者は VATS 強化。これがないと成立しないと言っても過言ではありません。手に入れる手順は説明欄にあります。この構築が気になったら見てください。百聞は一見にしかず、まずは見てみましょう。この辺で5択を並べたいと思います。走れる時間はだいたい70秒から80秒ほどになります。これは通常時の 6.5 倍ほどになっています。これの計算式は 0.5×0.5×0.8×0.8×0.97 パズドラと同じ軽減した数字をさらに軽減するタイプです。なのでムービングとストロングで 75% 軽減、さらにオプティマイズド2つ、アトムキャッツと層が軽減して 85% となります。これだけなら生身でも良いのですが、さらに重ねる形でオナーや預言者コアアセンブリが絡んできます。生身のレジェンダリー効果は6個までなんですが、オクティやコアアセンブリをレジェンダリー効果として計算すると、センサーアレイ、コアアセンブリ、オプティマイズド2、総力供給2、VATS 強化となり、合計7で生身を上回るのです。実質動力供給3、ダッシュ軽減2、すでになかなかのスペックです。さらに素晴らしいのが、厳選が必要ないことですね。これが一番優れてます。ちなみにですが、この状態でアクションガールが絡むと、AP 回復速度が毎秒 33.5% になります。ジェット燃料が絡むと 43.5%、さらに AP も35増えます。2秒止まるだけで70秒走れる。素敵なことではありませんか？荷物が溢れても問題がないのでは？そうです。問題がないのです。重量型は何の問題にもならなくなってしまうのです。あの衝撃補正機能を殺してしまったのです。あなたの名前は今日からバラモンなのです。承認ロールプレイにもうってつけですし、昔、MOD であった PA に荷物を積み込む感じです。最強の PA の使い方でした。最強のスカベンジャーはあなたのものです。次回は実践を兼ねた検証をします。よかったらチャンネル登録して待ってくれると嬉しいです。グッドとかコメントとか、